はい、皆さん、こんにちは、早春です。本日のところは1月18日登場、週刊 FPS をやっていこうと思います。今回は公式から登場選手を一部スキルと登場写真が発表されましたので、それをもとに登場選手を2人予想していこうと思いますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。概要欄にもリンク貼ってますが、3日後の1月20日までプレゼント企画をしておりますので、ぜひ皆さん、X のフォローとチャンネル登録をして、どしどしご応募ください。では、本編行ってみましょう。では、ここからやっていこうと思うんですけど、一目の選手は RC ランス戦で PK ストップを含むクリーンシートの活躍でパリ・サンジェルマン戦の勝利に貢献したドンナルーマ選手ですね。前回は CL 週間での登場でしたが、ゴールキーパーの週間能力の見直しからかなり強くなって登場しましたね。ゴールキーパーセンスがより高くなってくると現実的に使えるようになるんじゃないかなと思っています。攻撃的ゴールキーパー最強格の選手ですが、守備的ゴールキーパーの変更も考えられますね。続いて2人目の選手は入荷する戦で復帰2戦目にして途中出場ながら1ゴール1アシストの大活躍で勝利に貢献したケビン・デブライネ選手ですね。2点目のアシストも半端なかったですが、1点目のゴールが個人的にはめっちゃ好きなゴールで、まさにゴールにパスするって感じでした。今回は途中出場だったのでスーパーサブのスキル追加が確定しています。前回能力は OMF へのポジション変更とプレイスタイルが2列目からの飛び出しに変更されていました。今回はもしかしたら DMF 変更のバグ強化もあるかもしれませんね。今回はブースター付き週間っていうのも確定してるんですけど、予想はパスとなっています。ブランダーパスとフライパス、カーブ、キック力の強化がされるんですけど、もしかしたら決定力パスの強化がされる新たなブースターがつくかもしれませんね。では皆さんいかがだったでしょうか。今回はデブラニにブースターがつくということでかなり楽しみですね。ドンナルーマもかなり強力な選手なので、ガチャ自体も面白くなってくると思います。この動画が少しでもいいな、参考になったなって方は、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。